遊び引きってどういう駆け引き？だからあっち見てほいみたいなことがさ、あ、相手のバカにするプレイヤーとかさ、うん、そういうの遊び心がない今のさ、もう全部もうロボットになってるの、うん、そういう選手どんどん少なくなってるのは間違いない。あの駆け引きができないし、あの余裕がないです今の選手が見てると。だからそれにも足りないんだもんね、遊び心が。駆け引きってどういう駆け引き？これね、松井もね、余計なことばっかりするわけ。さて切り返しましたね。そう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 。よからぶすんなお前。いやあれがいいよ、ね。何回も怒られてましたね。あれがいいっすよ。あれが好きよ。余計なことせんかったら点になったやん。そうなんですよ。そんな遊び引きってどういうか、ね。だからあっち見てほいみたいな。あんなことがさ、あ、相手のバカにするプレイヤーとかさ、そういう遊び心がないの。もう全部もうロボットになってる。そういう選手どんどん少なくなってるのは間違いない。だからあっち見てほいみたいに言って、あの音がさ、相手のバカにするプレイヤーとかさ、そういう遊び心がないと、もう全部もうロボットになってる。そういう選手どんどん少なくなってるのは間違いない。遊び心がないのに、もう全部もうロボットになってる。そういう選手どんどん少なくなってるのは間違いない。これね、松井もね、余計なことばっかりするわけ。さて切り返しましたね。そう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 。よくなるんすなお前。いやあれがいいよ。何回も怒られてましたね。あれがいいっすよ。あれが好きよ。余計なことせんかったら点になったやん。そうなんです。遊び引きってどういうか。だからあっち見てほいみたいな、あんなことがさ、相手のバカにするプレイヤーとかさ、そういう遊び心がないのに、もう全部もうロボットになってる。そういう選手どんどん少なくなってるのは間違いない。